ーガーチキンチャンネル。はい、どうもガーガーチキンです。僕は今横浜駅東口バス停ターミナルに来てます。今日の動画は横浜市の横浜駅東口から相模原市の御影までをかな中バスで移動するという動画です。はい、あとどうでもいい話なんですけど、私スマートフォンをレドミノート3、今回はですね1日乗車券を使って行きたいと思います。今回のルートはこんな感じです。ドン。はい、このルートで行きたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。今回まず乗るのがこちら、何時だ、あ、ごめんなさい、もうこっちでした。43分発の戸塚駅東口行きですね。こちらに乗っていきたいと思います。すいません、あの1日乗車券買いたいんですけど。はい、
はい、次はねこちらの2番乗り場から瀬谷駅南口に乗りたいと思います。次のバスは12時20分のバスに乗っていきたいと思います。ですね、今ね瀬谷駅北口バス停にいるんですけど、今から鶴舞駅行きに乗っていくんですけど、今からだと13時25分に鶴舞駅行きが来ますので乗っていきたいと思います。
では今からお昼ご飯を食べにですね、東洋華堂のフードコートに行きたいと思います。ちょっと曇ってきたけど、まあ大丈夫でしょう。はい、今こちら今見えてますのがですね、こちら神奈川中央交通東大和営業所の車庫になります。はい、こんな感じです。はい、今鶴舞駅東口バス停に着きました。次はですね、こちらの町田バスセンター行き、何時だ、14時57分発こちらに乗車していきたいと思います。
今町田バスセンター2番乗り場に到着しました。ですね、これから淵延駅北口行き、今日土曜日で16時20分発の淵延駅行きに乗りたいと思います。はい、今淵延駅に到着したんですけど、次は金バスターミナル駅に乗車していきたいと思います。はい、こちらのね、5時15分の乗車していきたいと思います。
い。次のバスが最後は御影駅です。橋本駅北口一番乗り場です。何時だ、
18時35分のこのバスに乗りたいと思います。
ありがとうございました。はい、ということでね、無事にね、金中津久井営業所御影に到着いたしました。少しね、この周辺を見てから帰りたいなって思います。ではね、最後に少し歩いてみましょう。これが一番乗りだ。まあ、あいにくの雨なんですけど、周りの景色は本当こういう感じになってます。はい、こういう感じです。おまけコーナーです。僕のお昼ご飯はとろ玉うどんと、さつまいもといなり寿司です。丸亀製麺です。具材は天かす、ネギ、だし醤油です。はい、そして夜ご飯はうなぎの大盛りとおしんこセット、味噌汁ですね。で、飲み物はカルピスです。今日がこれが僕の夜ご飯となります。はい。